白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は仮想通貨の将来性というテーマのお話を聞いていただければと思います。まあ、結論から言うとメタバース、まあ、つまり3次元の仮想世界の発展とともに仮想通貨は発展していくというのが、まあ、今回の結論になります。仮想通貨はですね、まあ、メタバース、3次元の仮想世界の発展とともに発展していくというのが今回の動画の結論ということですね。で、まあ、今までの仮想通貨は、まあ、何だったかっていうと、一言で言うと、まあ、投機、ギャンブルの、まあね、対象って、という感じで、まあ、見なされてたんですよね。どういうことかっていうと、まあ、仮想通貨なので、まあね、お金なわけですよ。もともと出てきたのが。まあ、一番最初の仮想通貨っていうのは、まあ、ビットコインで、まあ、ビットコインって、まあ、どういう考え方で出てきたかっていうと、まあ、こういうね、技術を使えば、ね、結局、まあ、中央銀行ですよね、を仲介しないで、まあ、お金っていうのを発行して管理できるというのが、まあ、元々の、まあ、仮想通貨、元々のビットコインの発想だったんですよね。だから、中央の、まあ、仲介者、管理者なしで、お金を発行し管理する仕組み、システムっていうのが、まあ、元々の仮想通貨、ビットコインの発想だったわけです。で、そうした時に、じゃあ、まあね、私たちの人間の脳はどう考えたかって言ったら、法定通貨、または仮想通貨っていうことで、まあね、またはっていうふうに考えたわけですよ。法定通貨または仮想通貨っていうふうに考えたわけですね。で、そうした時に、まあ、法定通貨の方が、まあ、より良い通貨なのか、それとも仮想通貨の方がより良い通貨なのかとかね、もしくは法定通貨の方が、まあ、便利な通貨なのか、または仮想通貨の方が便利な通貨なのかっていうのを、まあ、私たちの人間の脳は考えたわけです。で、そう考えると、まあ、通貨っていうのはどこまで行っても交換の道具なので、交換の道具としては、まあ、結果的にはですよ、まあ、法定通貨の方が圧倒的に便利だということが、まあ、分かったわけですよね。うん、例えば私たちが日本っていう国の中で生活をする、って言った時に、まあ、日本国内の商品を、まあ、購入する、もしくはサービスを受ける、って言った時に、まあ、円っていうね、法定通貨だったら、まあ、日本全国ありとあらゆる商品サービスと交換することができるわけですよね。で、円っていうのは、まあ、ものすごい便利な、通貨ということになるわけです。まあ、一方仮想通貨ですよね。まあ、仮想通貨の中で、まあ、一番発展したとするのが、まあ、例えばですよ、一つの例として、まあ、ビットコインだというのであれば、じゃあビットコインだったら日本国内の商品サービスとどれぐらい交換できるのかって言った時に、少なくても法定通貨円よりはもう明らかに不便なわけですよ。明らかに不便、仮想通貨ビットコインでも交換できる商品サービスはあるわけですけれども、しかし交換できない商品サービスの方が圧倒的に多いので、ってなると、まあ、法定通貨円よりも仮想通貨、例えばビットコイン、っていうのは、まあ、はっきり言ったら不便なわけですよね。じゃあなんで、わざわざ不便な、ね、仮想通貨を持つ必要があるんだということで、まあね、結局仮想通貨っていうのは、まあ、いわゆる交換の道具としては下火になっていったということですよね。またその、ね、中央の、法定通貨の管理者、まあ、政府であったり、まあ、日本だったら、日本銀行だったり、っていう、存在があって、まあ、それがね、まあ、例えばヨーロッパ、アメリカ、日本、みたいな、まあ、先進国の、まあね、通貨管理者にとっては、まあ、仮想通貨、っていうのに、まあ、すごくね、危機感っていうか脅威っていうのを感じたことによって、いや、仮想通貨っていうのは通貨ではないということで、いや、もうそれは電子上のね、一つの資産であるということで、まあ、仮想通貨っていうのは暗号資産みたいな感じで名前をね、まあ、ある意味強制的に変えたというところもあったわけですよね。まあ、はっきり言ったらその仮想通貨なのか、それとも法定通貨なのかっていう二者択一というふうに考えたときに、まあ、結局法定通貨の管理者にとっては仮想通貨っていうのが脅威に感じたということですよね。だから仮想通貨は通貨ではないと、ね、電子上の資産である暗号資産というふうに、まあね、もうその言葉とか定義っていうのを変えたというところもあったわけです。で、実際ね、仮想通貨は通貨という名前がついているのに、交換の道具としてはものすごい不便だよねと、少なくても法定通貨に比べて圧倒的に不便だよねということがあって、もう結局、まあ、最終的には単なる投機、ギャンブルの対象になったということですよね。まあ、結局ビットコインってこれから上がるんですか下がるんですかみたいな
感じで、ね、本当に単なる投機の一対象にしかならなかったということですよね。まあ、それが今までの仮想通貨の経緯ということになるわけです。だから今は仮想通貨っていうのははっきり言ってそんなにね、まあ、実際は価格がついているほどの価値っていうのはまあ全然ないわけですよ。ね、通貨なのに全然交換できないわけですから、だからまあ価値がないんですよね。で、価値が出てくるのは実は今からっていう話で、仮想通貨の将来性っていうのはメタバースですね。3次元の仮想世界のその発展とともに仮想通貨っていうのが発展していくというのが、まあ、これから起きてくることということなんですね。どういうことかっていうと、人は法定通貨と仮想通貨を完全に使い分ける時代になっていくということです。法定通貨は法定通貨、仮想通貨は仮想通貨ということで、法定通貨または仮想通貨なんじゃなくて、法定通貨そして仮想通貨なんですね。だから物理の世界ですよ。物理の世界は法定通貨で結局人はこれからも生活していくんですよ。で、仮想世界は仮想通貨で生活していくっていうことになるんですね。まさに仮想通貨なので仮想世界で使っていく通貨になっていくということです。だからメタバース3次元の世界、3次元の仮想世界での発展とともに仮想通貨っていうのは発展していくっていうことになるんですね。で、そうした時にもうね、リアルの世界は法定通貨でいいわけですよ。まあ、物理の世界は法定通貨でいいわけです。で、そこから、まあ、今からの時代っていうのはどん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 ね、一人一世界を、まあね、自由自在に作っていくっていう、まあ、時代になっていきますから、それぞれの人がそれぞれでですね、まあ、メタバース、3次元の仮想世界っていうのを作っていくわけですよね。で、どん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 自分の世界っていうのを、まあ、開拓していくわけですよ。で、その世界の中で、まあ、よりね、世界が魅力的になるように、まあ、いろんなね、建物を建てたり、商品を作ったり、サービスをね、作り出したりするわけですよね。それで、まあ、自分の世界に一人でも多くの人がね、遊びに来てくれる。自分も他の人の世界に遊びに行くし、他の人のも自分の世界に遊びに来るみたいな感じで、人々の、まあ、交流っていうのが、まあ、仮想世界、メタバースの中でどん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 盛んになっていき、いや、自分はその商品が買いたい、自分はそのサービスが受けたいというのが仮想世界の中であったら、それを、まあ、仮想通貨で交換するということになっていくということですよね。で、仮想、法定通貨の場合は、ね、じゃあ何が信用を与えてるかって言ったら国の信用ですよね。政府の信用っていうのが法定通貨の信用を与えてるわけですけど、仮想通貨の場合ははっきり言ったらそれを交換の道具としましょうという、まあ、みんなの合意があればいいわけですよね。まあ、少なくても一人一世界を作っていくということになったら、その世界に集まってる人たちがみんなが合意してればいいわけですよ。じゃあこの世界において、ね、これを交換の道具として使いましょうということで合意してれば、もうそれで通貨になりうるわけですよね。まあ、みんなの合意さえあれば、結局それが通貨になりうるというのが、まあ、仮想通貨の、まあ、基本的な考え方ということになるわけです。だから、まあ、メタバースが発展していくことによって、一人一世界を自由自在に作っていくようになりますと。そしてそこで何らかの、ね、商品とかサービスとかっていうのを充実させていきますと。で、他の世界では他のね、魅力的な商品サービスっていうのが作られているんで、だからその商品サービスを、まあ、お互いに交換するっていった時に、直接のね、それこそ物々交換よりは、真ん中に仲介の、お金っていうのを置いた方が明らかに、まあ、便利なので、なので、まあ、通貨を通じてね、その世界と世界の間の、交換っていうのを、まあ、仲介するのが仮想通貨になっていくということですよね。で、そう考えた時にね、じゃあ、いや、仮想空間のね、商品サービスを手に入れるのに使う仮想通貨って言うんだったら、まあ、結局ね、あんまり意味がないんじゃないかっていうふうに思われると思うんですよね。いや、仮想通貨で買うことができるのは仮想空間のね、商品サービスなんですかと、いうことで考えたときに、じゃあ仮想通貨ってそんなにね、いや、結局あんまり価値がないんじゃないかっていうか、意味がないんじゃないかと、ね、そう、仮想世界の商品サービスを手に入れることに一体何の意味があるんだっていう感じで、まあ、思われる方がいらっしゃるかもしれないんですよね。で、それはもうその通りなんですよ。その通りなんです、仮想世界の商品サービスを手に入れることに意味があるかないかって言われたら、まあ、ないんですよね、はっきり言って、だからその、ね、感覚っていうのは実はかなり正常で意味がないんですよ、じゃあ、ね、発展していかないじゃないかって思われるかもしれないんですけど、それが違うんですよね。発展していくんですよ。どうしてかって言ったら、
私たちのね、結局人生においてほとんどのものは意味がないからなんですよ、一言で言うと、それがだからいわゆる娯楽が9割っていうことなんですよ、それ持ってても持ってなくてもどっちでもいいよねとか、それやってもやらなくてもどっちでもいいよねと、それって選べるよねとね、必須じゃないと、絶対に必要だっていうものっていうのはものすごく少ないんですよ、実際私たちの人生において、これは 100% 必要だと、これは 100% いると、ね、これは選ぶっていうよりはもう必須だっていうものはほとんどないんですよね。はっきり言ったら衣食住ぐらいのものなんですよ、着る服とかね、もしくは食べ物とか飲み物とか、もしくは自分がね、野宿しないで住むだけの、まあね、家とか、その居住スペースですよね、家とかアパートとかマンションの、の部屋とか、まあ、そういう衣食住ぐらいのものなんですよ、私たちの人生で本当に、まあ、それは選択じゃなくて必須だよねというものっていうのは、まあ、それぐらいなんですよね、だから結局法定通貨じゃなければ手に入らないものっていうのがそれぐらいだっていうことなんですよ。まあ、だから何かね、服を買いたいと言うんだったら仮想通貨じゃなくて法定通貨が必要だし、法定通貨の方が便利なんです。で、そのね、例えば食べ物が買いたいとか飲み物が買いたいとか家賃を払いたいとかっていうことであれば、それはもう仮想通貨じゃなくて法定通貨の方がもう便利なんですよね、明らかに。だから法定通貨ってなくならないんですよ、必ず必要なんです。あとはやっぱり税金ですよね、税金の支払いは仮想通貨ではできないです。税金の支払いは必ず法定通貨ですると。まあ税金って何なんですかって言ったら、まあ家賃ですよね、一言で言うと。だからその国に、まあ例えば日本なら日本人は日本という国に住んでる以上、まあ、日本のね、社会的なインフラですよね、電気とかガスとか水道とか、まあ、使ってるわけですから、だからまあ自分が住んでる、ね、家とかアパートマンションに家賃を払うのと一緒で、まあ、結局日本に住んでる以上は日本に家賃を払う、つまり税金を払うということですよね、まあ、自分たちの生活に、まあ、電気ガス水道みたいな、まあ、社会的なインフラっていうのがあって、今のまあ、ね、快適な生活っていうのができてるんで、だからまあそういう意味で衣食住プラス税金を支払うという意味で、まあ、法定通貨っていうのはまあ絶対になくならないし、まあ、これからも必要であり続けるんですよね。なんですけど、やっぱり若い世代の人、例えば30代、20代、10代みたいにどん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 年齢が下がれば下がるだけ、そういう衣食住みたいな物欲っていうのは最低限でいいっていう人がやっぱり割合として増えてますよね。昔の人はより良い服を買いたいと、ね、より良いね、例えば、着るものを買いたいとか、バッグが欲しいとか、時計が欲しいとかね、っていうのが、まあ、それこそね、1980年代に、まあ、例えば20代だった、まあ、いわゆるバブル世代の人たちが、ね、そういうこうなんか、いわゆるこうブランドものっていうのに非常に興味関心を強く持ってたのとは、ほぼ真逆で、まあ、今の30代、20代、そしてまあ10代ってなると、まあ、物欲ってもう本当に必要最小限でいいっていう人の割合が増えてますよね。カタカナで言うならばミニマリスト、まあ、最低限でよしみたいな、まあ、そういうミニマリストっていう言われるような人たちって増えてますよね、っていうね、そういうこう考え方を取るならば、じゃあ法定通貨ってどれぐらい必要なんだっていうことになるわけですよ。必要なんですよ、法定通貨必要なんですよ、仮想通貨より絶対便利なので、物理世界では。だから必要なんですけど、じゃあどれぐらい必要なんですかって言ったら、もし衣食10プラス税金で必要最小限でいいというのであれば、必要最小限の法定通貨でいいっていう考え方になるわけですよね。まあ、もちろんそのね、どこにお住まいなのかっていう住んでる場所、地方にもよると思うんですけど、ある人は月10万円で十分だとか、ある人は月15万円で十分だとか、ある人はいや最低限の衣食住が満たせれて、まあ、税金がちゃんと払えるんだったら、まあ、月20万円もあれば十分だよねみたいな、まあ、もちろんその住んでる場所にもよると思うんですけど、まあ、それぐらいだったりするわけですよ、本当に最低限でいいんだったら衣食住が。
ってなると、まあ、仮に月20万って設定したとしても年240万ってことですよね。だから年収240万あれば、まあ、贅沢はできないかもしれないけれども、必要最低限の衣食住は満たせてちゃんと税金払えますみたいな、っていう状態になるわけですよね。ってことは法定通貨の必要性っていうのも結局、まあ、例えば、まあ、仮に月20万なら月20万、で年240万でも十分っていうことになるわけですよね。別に1000万、2000万、1億、2億、いらないということになるわけです。で、そのまあ必要最小限の衣食住の法定通貨分をまあ保証しましょうっていう考え方の一つが、まあベーシックインカムっていう考え方だったりするということです。まあ今回はまあそのベーシックインカムのまあ是非についてはまあ本題ではないので、まあ言葉だけということになりますけれども、まあ考え方の一つとして、まあ衣食住、最低限の衣食住は保証しましょう、国がと。ね、法定通貨って結局最低限の衣食住、プラス税金で必要だっていうんだったら、じゃあそれだけは、まあ結局国が保証しましょうっていう考え方の一つっていうのが、まあ、ベーシックインカムだったりするわけですけど、要するに法定通貨は必要なんですよ。必要なんだけど最低限でいいんだったら最低限の法定通貨でいいっていう話なんですね。じゃあそれでもやっぱり人はやね、じゃあ年収200万じゃなくて年収2000万が欲しいとか、やっぱり2億欲しいというのであれば、じゃあ残りの金額って一体何なんだっていう話になるわけですよね。うん、もし年、まあ、例えば年200万 でいいと言った時に、いや10倍の2000万欲しがる理由は何なんですかと言った時に、それははっきり言ったらもう娯楽ってことになるわけですよ。要するに欲しい人が買えばいい、欲しくない人は買わなくていい、ね、やりたい人がやればよくて、やりたくない人はやらなくていいっていう娯楽だっていうことなんですよね。じゃあテレビを見るとか、ね、ゲームをするとか、旅行に行くとか、娯楽ですよね、簡単に言えば。別に全員がテレビ見ないといけないわけでもないし、ね、全員がゲームしなければならないわけでもないし、全員が旅行しなければならないわけでもないですよね。うん、それは行きたい人が行けばいいので、行きたくない人は別に行かなくてもいいわけですよ。ってことは結局人は娯楽をまあ求めていて、その娯楽をね、たくさんしたいから、たくさんのお金を欲しがってるっていうことになるわけですよ。だったら仮想通貨でいいんじゃないかっていう考え方なんですよね。もし求めてるのがね、新しい刺激であり、ね、娯楽であり、娯楽を通じて楽しみたいっていうんだったら、別にその娯楽を手に入れる手段は何が何でも法定通貨である必要があるのかっていう話なんですよ。うん、仮想通貨でもいいんじゃないですかっていう話なんですね。別に物理の世界だろうが仮想の世界だろうが、本人が楽しいと、ね、本人がやりたいということがやれてると、本人が欲しいと思ったものが手に入るっていうんだったら、はっきり言ったらね、それ選べるってことですよね。娯楽って何なんですかって言ったら、選択可能ってことです。一言で言うと。うん。娯楽って何なんだって言ったら、選べるってことなんですよね。全員が必ず必要なものは娯楽とは言わないんですよ。うん。そうじゃなくて、娯楽って選べますよねと。選択可能ですよねって。それを娯楽って言ってるわけです。要するに人生、生きてる以上、やっぱり常に何らか新しい刺激っていうのを、まあ、感じたいし、ね、何らかいつもね、ワクワクドキドキしたいし、楽しみたいし、それを与えてくれるものが娯楽っていうことですよね。で、娯楽は人によってバラバラでいいわけですよ。ある人にとってはテレビを見ることは娯楽であり、ある人は全然見たいと思わないんだったら別にテレビは娯楽にならないですよね。ある人はゲームをやりたいっていうんだったらゲームが娯楽になるし、ある人は別にゲームに興味関心がないっていうんだったらその人にとっては娯楽にならないわけですよ。ある人は旅行ですごくね、楽しめるっていうんだったらその旅行そのものは娯楽ですけれども、別にいや旅行は全然楽しさを感じないっていうんだったらその人にとっては旅行は娯楽にはならないわけですよね。でも私たちの人間の脳は結局その臨場感とか没入感を強く感じる方を現実っていう風に認識するんで、だったら別にね、娯楽なんだったら、欲しいのが刺激なんだったら、ワクワクドキドキなんだったら、別に物理に限らないですよねと。別に物理世界で娯楽を求めても仮想世界で娯楽を求めてもどっちでもいいわけですよ。うん、で、手に入れたいのが娯楽なんだったら、刺激なんだったら、別に法定通貨で必ずしも手に入れなければならない理由はなく、ね、仮想空間で仮想通貨で手に入れてもいいっていうことですよね。だからその仮想通貨の将来性っていうのは結局は、ね、そのメタバース3次元の仮想世界のまあ発展次第っていうのはそういうことなんです。どうせ人が、ね、求めてるのが娯楽なんだったら、ね、はっきり言って金額の大きさが全然違うわけですよ。今の日本の場合だったら、ね、そんなに大きなお金っていうのは必要最低限ではいらないですよね。そんなに
ね、いや2000万ないと、ね、必要最低限の生活できませんとかっていうことはないわけですよ。うん、だから、ね、娯楽じゃない本当に衣食住に関しては、ね、それはみんなが変えて当たり前なんですよね。だって選べないわけですから。うん、だから例えば、ね、食べ物とか飲み物とかそういったもの、もしくは着る服とか、っていうのは、これね、いや、娯楽だから、いや、私はね、服に興味関心がないんで、毎日裸で過ごしますとかっていうわけにはいかないんですよね、基本的に。ってことは、やっぱ服っていうのは必要最小限は持つ必要があるわけですよ。うん、食べ物もそうですよね。まあ、なんかね、そのある山の奥地で、ね、その1万年前の縄文人と同じような生活をするっていうんだったら別ですけど、そうじゃない、まあ、いわゆる日本で生活するっていうんだったら、やっぱ必要最低限のね、食べ物とか飲み物っていうのは、当然必要だったりするわけですよね。で、それであれば、衣食住は選択できるものじゃないわけですよ。つまり衣食住は娯楽じゃないですよね。これ必需品ということになるわけです。で、必需品っていうのは選べないものだから、みんなに必要なものだから、できるだけ安くっていうのはこれ当然なんですよね。ある人は買えると、お金持ちだから、ある人は生活必需品が買えるけど、ある人は買えませんとかっていうんだったら、それはおかしいわけですよね。そうじゃなくてね、必要だった必需だって言うんだったら、全員が買える必要があるわけです。だから安くないといけないんですよね。ってなると、まあ、例えば衣食住を提供している企業っていうのの、まあ、企業努力って何ですかって言ったら、もういかに1円でも経費を下げて、いかに1円でも安く、ね、お客様に商品をご購入いただくかっていう、結局、ね、経費削減っていうのが、まあ、企業努力になっていくわけですよ。うん、だからずっと、まあね、それこそ物が全然なかった。1945年に第二次世界大戦太平洋戦争に負けて、ね、本当に物がないというね、本当に食べ物がない、ね、物がないという時代から、まあ、結局昭和のね、日本の先人の方々が一生懸命努力してきたことっていうのは、究極的には経費削減なんですよね。うん、だから大規模に生産して1個あたりの固定費っていうのをひたすらひたすら下げ続けてきたということですよね。だから、衣食住っていうのが、ね、昔だったらものすごい金額出さないと買えなかったものがどんどん安くで買えるようになっていったということですよね。だから今1万円あって買えない、ね、生活必需のものっていうのはほとんどないわけですよね。1000円だったとしても、ね、かなりのものが買えますよね。選べますよね。1000円あれば、ねね、1000円で例えば食べ物を買うとかね、1000円で服を買うって言った時にかなりのものが実際買えたりするわけですよ。もしくは100円で、まあね、消費税まで込みで110円という金額だったとしても、ね、いわゆる100円ショップに行けば、かなりのものが買えたりするわけですよね。うん、っていうふうに、まあ、それっていうのは、もうはっきり言ったら過去20世紀の日本のね、先人の方々の、もう本当に努力ですよね。企業努力によって、まあ実現していったわけです。うん、だから、その衣食住っていうのは、まあ全員にとって必要だから、だから、まあ結局、誰かが買えて誰かが買えないっていうのはやっぱり良くないんですよね。だから、まあ、結局安くっていう形でどんどん、まあ下げていった。その下げるための努力として経費削減ですよね。もう大規模生産して大量生産して1個あたりの、ね、固定費っていうのを限りなく下げていったということをやったわけです。でなると、じゃあ自分は最低限の衣食住でいいですと、いわゆるミニマリストですというのであれば、まあね、月10万円とか月15万円とか月20万円とか、なんかその範囲で、まあ、十分日本で生活していくことができるわけですよ。ってなると、じゃあ、まあ、20万円 ×12 で、まあ、240万円ですと、ね、1000万円別に必要ないわけですよね。2000万円必要ないわけですよ。でもやっぱり欲しい人は欲しいんですよ。1000万円欲しいんです。2000万円欲しいんですよね。1億欲しいんですよ。2億欲しいんですよ。じゃあ残りの金額って何なんですかって言ったら、これはもうね、刺激なわけですよね。娯楽なんですよ。やっぱりゲームしたいんですよ。やっぱり旅行に行きたいんですよ。やっぱり今までやったことがない体験をやってみたいんですよ。必需ですかって言ったら、必需じゃないってことです。うん、選べるってことなんですね。選択可能だっていうことなんですよ。つまり娯楽っていうことになるわけです。で、だから動く金額は圧倒的に必需よりも娯楽の方が大きな金額が動くってことになりますよね。うん、必需の方が動く金額は小さいわけですよ。もうね、日本国民1億2600万人が全員必需のみ、しかね、欲しがらないと、ね、一切娯楽はしない、一切贅沢はしないということであれば、もうね、全ての人が
ある程度の金額でもういいということになりますから、ね、まあ、それこそベーシックインカムみたいな考え方でもうね、十分賄えるかもしれないですよね。でも実際人間のね、欲求とか欲望っていうのはある意味キリがないっていうか、まあ、無限になので、だからそれで満足しない人って必ずいるわけですよ。いや、わかると。確かに必要最低限でね、物理的な衣食住っていうのは満たすことができると。でも一生一回だからこれもやってみたい、あそこにも行ってみたい、こんなこともしてみたい、あんなこともしてみたいというのはあるわけですよね。まあ、その欲求があるから人っていうのは進化成長してきたわけで、まあそれは、生活必需であるないっていうんだったらないんですよ、はっきり言って、うん、そう、呼吸をするとか長生きするっていう意味では必要ないんですね、別に、うん、別に旅行しなくても毎日家に続けても長く生きるってことは全然できるんで、だから必要ではない、必需ではないんですね、うん、だからそれ以外のものっていうのは全部贅沢品なわけですよ、うん、贅沢品、贅沢サービスなわけですよね。でもその贅沢品が手に入れたい、贅沢サービスを実際受けたいというのもまた人の本能としてはあって、そっちの金額の方がよっぽど大きいわけです。世界の中で動く金額としては、だから旅行っていうのもすごく大きな金額が動くんですよね、うん、旅行っていうのも一つ一つはそんな大した、ね、価格じゃないかもしれないですよね。例えば電車に乗るとか、ね、一つ一つは大した金額じゃないかもしれないですけど、それ全部足したら結構な金額はやっぱ動くわけですよね。電車に乗って、飛行機に乗って、相手の、ね、場所に行って、ね、ホテルに泊まって、ね、そこで食事をして、お土産買って、でそこでなんかね、例えばツアーに参加してとか、っていうことをやれば、結局一回お出かけして一回旅行すればかなりの金額がまあ実際は動くわけですよ。だから旅行っていうのは単体で見たらそんなにね大きなビジネスじゃない。観光業っていうのも単体で見たらそんなに大きなビジネスじゃないですけど、トータルで見るとかなり大きなビジネスだったりするわけですよね。でもそれって全部贅沢品じゃないですか。別にね、別にね、電車に乗って飛行機に乗ってホテルに泊まって、でなんかツアーに参加してどっかに行って何らかの新しい体験をしてっていうのは全部ね、別にやってもやらなくても、まあ、長く生きるっていう意味でははっきり言ってどっちでもいいわけですよ。だからね、なんかお土産を買ったっていうんだったら全部贅沢品を買ったっていうことであり、何か旅行先で何か体験したっていうんだったら全部贅沢なサービスを受けたっていうだけのことですよね。でもそっちの金額の方が圧倒的に社会では大きく動くわけですよ、経済としては、うん、でってことは人が求めてるのは刺激ですと、人が求めてるのはワクワクドキドキですと、一生一回だからやっぱり楽しみたいんだと、いうことであれば、まあ、だったらそれって物理であっても仮想であってもどっちでもいいですよねということになるわけですよね。だから仮想世界っていうのがこれからはどんどん作られていくわけです。物理の方はもうなかなかね、もう破壊と創造するのが難しい、特にヨーロッパ、アメリカ、日本でね、今まで建ってた建物とか自然っていうのを破壊してまで新しいものを作るっていうのはだんだんまあそうね、時代の流れとしてまあ難しくなってきてるわけですよね。でも仮想の方はもういくらでも今からでも作れるわけですよ、いくらでも。で、人がそこの仮想世界の中でね、刺激を感じて楽しめるっていうんだったら、ね、そのための世界をみんなが自由自在に作ればいいし、その世界の中で新しい商品、新しいサービスっていうのをどんどん作っていけばいい。そしてある世界で何らかね、商品を交換したい、サービスを交換したいっていうんだったら、そこで仮想通貨っていうね、みんなの合意さえあれば通貨としてね、十分認められるものを使って交換すればいいということになるわけですよね。まあ、それで結局求めてるのが刺激であり、楽しく生きたいということであれば、そっちの方で全然実現するし、ね、全部を仮想通貨でやる必要もなければ、全部を、ね、法定通貨でやる必要もなく、どんどん人が使い分けていくということですよね。いや、これは物理で家賃を払うから法定通貨、これは物理で食べ物を買うから法定通貨、これは物理で、ね、着る服を買うから法定通貨、でも楽しみたい、ね、娯楽を、したい、ね、贅沢品が欲しいだったら仮想通貨で買ってもいいじゃないかっていう話になってくるわけです。なので、まあ、仮想通貨の将来性っていうのはまさにこれからということですよね。もう今からっていうことですよね。メタバースっていうね、各自がそれぞれ自由自在にどんどん世界を作り、経済圏っていうのを作っていった時に、その経済圏でのね、交換の道具として仮想通貨っていうのは発展していくということですよね。今までの仮想通貨っていうのは、この仮想通貨を通貨として使う場所っていうのが圧倒的に少なかったわけですよ、うん、だからその
のね、その世界の仮想世界の中で何が何でもその仮想世界のこの商品が欲しいとかこのねサービスを受けたいっていうものが圧倒的に少なかったわけですよね。だから通貨って名前がついてる以上交換の道具なので交換の道具として機能しないっていうんだったらほとんど価値がなかったわけですよ、だから価値がないものを一生懸命投機でね上がる下がるっていうのをまあギャンブル的に取引してたっていうだけだったわけですけど、まさにこれからっていうことですよね。それは法定通貨と仮想通貨っていうのをもうみんなが使い分ける時代になって初めて、まあ、生きてくる発展していくものだとっていうことです、だから物理は法定通貨で仮想は仮想通貨っていうことで、まあ、人がね2つの通貨っていうのをまあ同時に使い分けながら、まあ、それで一生一回の人生っていうのをまあどれだけ楽しいものにしていくことができるかということで、まあ、1人1世界を作る時代になっていった時に1人1経済圏をまあ持つことによって一人一仮想通貨っていうのを、まあ、例えば発行したり交換の道具として使っていったりするということです。だから、まあ、仮想通貨の将来性っていうのはまさにこれからであり、メタバースという三次元の仮想世界の発展次第で発展とともに仮想通貨も発展していくというお話になります。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。